中国の貨幣制度史では中国の貨幣制度の歴史について記述する。中国に流入した外国の貨幣や国外で流通した中国の貨幣についても記述する。世界各地の貨幣の歴史については貨幣史を参照。中国の歴史を通じて使われた主な貨幣は銅貨、紙幣、銀貨だった。 銅貨は小額面で日常の支払いや取引に使われ、紙幣は主に高額面であり、銀貨は納税や貿易で使われた。銅貨や紙幣は表示された金額や刻印を元に使う係数貨幣であり、銀貨は19世紀までは重量を測って使う表量貨幣だった。各時代の主な貨幣を挙げると、陰衆の時代は倍貨、青銅貨、旗艦の時代は銅貨。 金、布、五冠とは銅か、布、層は、銅か、鉄か、紙幣、元は、紙幣、銀か、明器用紙は、銅か、銀か、紙幣、中華民国は、銀か、紙幣、中華人民共和国は、硬貨紙幣となる。銅かは常に不足しており、金、銀、布、穀物などの氷量貨幣や、鉄や鉛の硬貨、さらには、紙幣や手形で補われた。 16世紀までは、地域市場では竹や布などの物品貨幣も取引、された。貨幣の機能には、支払い、価値尺度、築造、交換があり、それぞれ異なる、歴史的起源を持つ。時代によって、貨幣の素材と機能の関係は変化し、異なる、機能の貨幣が組み合わせて使われた。その金貨。重さを測って使う氷量金貨。 1979年出土院の時代には、贈り物として、宝貝が使われ、州から春秋戦国時代にかけて、青銅器も、贈与や賃金に使われるようになる。中国を初めて統一した旗は、土寮孔を統一して、どうかの半量線を貨幣重量の基準とした。しかし貨幣は統一されず、地域的な格差が大きかった。前漢時代には、 金が蓄積されて200万金あったとされるが、貿易によって金は減少して、銅貨の重要性が増した。関東までは、銅貨の五種銭が王朝を超えて発行されており、関の武帝から平三角までの五種銭の発行量は、約280億銭焦点以降は年平均1億5380万銭だった。関においては政府による、 中造圏の独占が進んでおらず、民間が発行する貨幣が多かった。党は、同うの改元通報を発行し、後期から、市中線の禁止が厳しくなって貨幣が統一された。党の貨幣発行額は年平均で15万貫ほどだったが、党の後期から5代10国時代にかけては国家に支払う貨幣が1000万貫から1500万貫に増大した。 銅の不足は、戦国時代から始まっており、鉄よりも銅が貴重であったため鉄貨の発行にも、つながった。南宋の紙幣である海紙相は銅、銅貨と鉄貨を発行した他に、民間の預かり証をもとに有効期限がある紙幣を、官営で発行した。宋の金属貨幣の発行額は、総額で約3億貫、年平均では約200万貫で、王安石の時代には、 年間600万貫に達しており、商業の発展に伴って、貨幣の流通総額が急増した。銅貨は、総船とも呼ばれて、周辺地域に大量に輸出された。北宋を倒した金は、銅貨不足への対策として、有効期間の制限がない紙幣を発行した。金を倒したモンゴル帝国も、銅貨不足により、当初50万貫の紙幣を発行した。 元の紙幣は、期間や地域の制限がなく、年間350万巻の発行で制度を安定させて紙幣が基本貨幣となった。しかし元は、南宋征服後に紙幣を大量に発行したため、次第にインフレーションを起こした。元は、税制で集めた銀を貿易に使い、銀は、ユーラシア大陸を横断して流通し、西アジアやヨーロッパにも影響を与えた。 民は初期には銅貨を中心としたが、銅の不足によって紙幣が発行され、銀は禁止から解禁に変わるなど可変制度は安定しなかった。銅貨の中蔵額が20万貫と少ないことに加えて、貿易で日本と南米からの銀が流入したため、銀による財政が確立した。清は民の税制を引き継いだが、政府の紙幣は後期になるまで発行されず、 民間の紙幣が先行して流通した。真の時代には、貨幣単位が、量に変わって、元が採用された。世界的には19世紀から、金本位制が広まったが、中国は20世紀まで銀本位制を保っており、銀が下落したために債務面で、金本位制の国々に対して、不利となった。そうした、状況下で国外から送金をする家境や、二重為替制の、 香港は金融活動を活発に行った。侵害革命の後は国民党と共産党がそれぞれ通貨を発行し、満州国や日本占領地域でも通貨が発行されて多種類の貨幣が乱立した。2019年現在、中華人民共和国では人民元が通貨となっている。香港では香港ドル、マカオではマカオパタカ、台湾ではニュータイワンドルが、 通貨にあたる中国では、クレジット決済のユーザーが少なかったが、改革開放政策を経て21世紀以降は、IT に基づく決済システムが急速に普及した。仮想通貨は中国でもユーザーが増え、中国に、世界最大のビットコインの採掘施設が、設置されている。古代から、銭と呼ばれる中心に、穴の開いた硬貨が作られた。銭の形は、 円形片鋼といって、穴が四角く、片鋼線や片鋼円線とも呼ばれる。これは、円形が、点、方形が地を表すという古代の宇宙観である、天円地方の思想に基づいている。この穴は、鋳造後に、針を削るときの道具を通すために用いたほか、紐を通して、大量の効果をまとめるためにも活用された。高額の取引においては、現金の運搬が負担となり、 紙幣や手形の普及をは投資した。初期の紙幣は縦長であり、文字が縦書きであったことに由来する。中国史上で最大の紙幣は、大民通行宝賞。最小の紙幣は、人民兵一分権である。真の銭刺し。硬貨の穴に紐を通してまとめる貨幣の名称は、重量谷を由来とする貨幣から、象徴的な意味を持つ貨幣に移り、皇帝の知性に関わる。 年号線へと変化していった。当の改元通報から、王朝や年号を国名にした貨幣に変わっていき、貨幣単位は線から文へと移っていった。現在中国で採用されている単位は元であり、日本のエニア大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国のウォンと同じく、かつて世界的に流通した貿易銀に由来する名称である。その他に白、韓。 量などの単位があり、同じ単位でも、時代や国家によって重量が異なった。例えば、真の一種は約 0.67g だが、等の一種は 1.55g だった。重量を測って使う氷量貨幣については、各王朝で軽量用の天秤と奮闘が定められた。真の法律である、金不律では、金軽量用の奮闘は、半種以上の誤差は罰せられた。 銭の穴に紐を通してまとめたものを、小白や短白と呼ばれる方法で数えた。これは100枚未満の銭を100分の価値があるとみなす方法であり、同様の習慣は、日本やベトナム等にも広まった。小白を用いずに100枚で100分と数える方法を、長白や低白と呼んだ。小白や短白は、層の紙幣などにも使われた。 貨幣の発行費用と額面の差額で利益を得る貨幣、発行益は古代から政府や民間で注目されていた。大きな利益になる場合は発行者となり、発行費用が負担となる場合は軽減のために民間や地方官渉に発行を任せた。全館を創始した劉邦は、鋳造費の節約のために民間に半量船の発行を許可し、他国の貨幣の駆逐も進めた。 文定期では民間の申告納税によってどうかの切り替えを行った。部定期では提出財政の改善のために鹿川と白金を貨幣として年9000万銭ほどの発行益を得た。新は地方各軍に発行させたことに加え放火制という貨幣制度によって名目価値が5倍以上の貨幣を発行して財政収入を得ようとしたが失敗した。 貨幣の流通量が不足すると民間や自治体が自発的に貨幣を発行した。元の末期には店舗や地方の独立政権が独自に貨幣を発行した。新では店舗や民間の金融機関が紙幣を発行して20世紀まで続いた。古代中国の売価、中国貨幣博物館紀元前15世紀の意味や紀元前11世紀の州では 南方の海から入手した宝貝の貝殻を貨幣としていた。このような貨幣を媒家という。宝貝は熱帯や亜熱帯の海で生息しており、陰にはベトナム方面で採取したものが運ばれていた。宝貝を糸で繋いだものを友と呼び、王朝では儀礼における贈与や貸しなど互い報いの行為として宝貝を使ったとされる。また友は、 物品の価値を示すためにも使われた。州時代には、宝貝の他に別行などの喫甲が、貨幣に使われた。現在、貨、財、藩、貝、貸し、高、静、日、ぞ、賑やかといった漢字に貝が含まれるのは、当時賠貨が使われていたためとされる。賠貨は、青銅化が広まる、春秋時代まで使われたとされ、雲南地方では、中世においても流通した。 州の後期には、冷静が改革され、賜物余品は宝貝に代わって、寒服、廃玉、旗、靴輪などになった。州王の権威の低下により、宗教的な品よりも実用品が求められたのが原因とされる。州大の後期に、青銅器の大量生産が可能となり、需要の高い農具や武器が、農民や兵士に普及した。 青動器それ自体の使用価値を担保に、物々交換の基準、物の価値を測る尺度として、青動器が貨幣として使われるようになった。媒価の宝貝を模して骨や銅による、法製貝も作られ、青州では宝貝をかたどった青銅貨として銅貝も作られた。銅の重量を表す単位として、があり、青動氷量貨幣の単位にも使われた。 例えば銅銃を王の真家が手当てとして受け取ったという記録があり、この銅の用途について進化の特別報酬、裁判の罰金や手数料などの説がある。布加藤家春秋戦国時代には交換価値が確立した制銅器を携帯や発行をしやすいように小型軽量化したものが貨幣となっていく。この時代から 金貨や銀貨を高額の支払いに使う例が増えたと見られる。春秋戦国時代に使われた金属貨幣は大きく分けて以下の種類がある。布か、隙の形をしており、布銭、に、布幣とも呼ぶ。進む、正、反、儀、蝶、円で使った。刀か、包丁のような形をしており、刀線とも呼ぶ。民刀と聖刀に大別され、両や、 魚労用の小刀が原型とされる。聖、長、縁、中山国で使った。アリビゼに字が刻まれた、道外。表面の模様がアリの顔のように見えることから、この名称で呼ばれる。祖で使った。幹線、円盤の中心に丸あるいは正方形の穴を開けた形をしている。戦国時代の中期以降に使われ、旗、藩、儀、長などで流通した。 物品貨幣、金属貨幣の流通は限られており、交換では、物々交換が行われ、価値尺度においては米や塩が使われた。金貨、祖は、金が多く取れる土地だったため、金貨の発見例が多い。氷量貨幣であり、金持ちや、馬蹄金と呼ばれる。その金貨は各地に流通した。春秋戦国時代は、 諸子百科と呼ばれた思想家や学派が多数現れ、貨幣をめぐる論議が活発となった。管理や兵士以外でも労働の対価としての賃金が始まっており、安氏春秋には、正の安永が工事によって休民に賃金を与えたという記録がある。真の始皇帝が中国を初めて統一すると、貨幣についても統一が進んだ。 各地でバラバラの貨幣が使われていた状況を改め、真で使われていた幹線の形に効果の統一を進めた。始皇帝は、主玉や貝や銀は宝として保存すべきで、貨幣ではないとした。四季平準書には、主玉亀貝銀鈴の属は、器食宝造となし、幣となさずとある。以降の東アジアでは、一般に流通する貨幣に、 金貨や銀貨は用いられず、銅貨が中心となった。旗が統一前から発行していた半量線は中心の穴が正方形であり、以降の東アジアの線貨の形状は円形で中心の穴が正方形のものが基本となった。半量線には半量という漢字が刻まれており、半量の量とは重さの単位を指し、12種にあたる。旗は 金不立という法律で貨幣や財物について規定し政府発行の貨幣を行船と呼びそれ以外を当抽船として禁止したまた通船という規定によって国外の貨幣の流通を禁じた漢は劉邦の時代には外の戦争中で造幣力がなかったため民間の同化発行を許可して半量船の普及が進んだ漢は 旗の法律や行政を基本的に引き継ぎ、金不率に加えて、千ただしも定められた。真から、漢の時代にかけては、以下の貨幣が主に使われた。半量戦後主戦金貨、銀貨、高額の贈与用である、表量貨幣で皇、皇帝、王公高級管理が使った。金持ちや、馬帝金などの形態があった。五漢時代には銀、または、 銀の合金を白金と呼び、表量貨幣として使われた。金貨は一金と一両を単位として、大円型と方形が作られ、銀貨は一流を単位とした。布、布白と呼ばれる。高額の取引や安造用で、金一両イコール布一尺にあたる。農村を中心として生産されて、物品貨幣として流通した。交換手段として、布や、 穀物などの物品貨幣が使われた。総広し羊の金融法によって、絹が増産され、シルクロード貿易の物品貨幣にもなった。銅貨、旗は、半量船、缶は5種船を発行した。発行量は不益を賄うには足りるが、市場の流通には不足していた。この点から、缶の銅貨は、国家の支払い手段や価値尺度の機能が中心であったとされる。 贈与用,用としては軍人への報奨や、都民への賜物を与え、管理の退職に使われた。鉄火、銅が不足した、湖北や湖南地域では、鉄火が渡しされていた。全漢の旅行時期には、半量船が重く不便という理由により、ニレサヤゼニと呼ばれる、軽薄な戦舶を発行した。ニレサヤゼニの重さは一種のものもあった。文帝時期には、ゼニの、 私意を禁じる法律を廃止したが、これにより、資産家による軽薄な市中線が乱造され、線の価値は暴落した。合わせて文帝は四主線の発行を開始し、豪流と東通が四主線を大量に発行して、戦下の流通が拡大した。京帝は、再び私意を禁じたが、禁令を破って、銭を発行する者は後を絶たなかった。全漢の財政は、 提出の財政と政府の財政が分かれており、それぞれ収入や支出が別であった。武帝の時代からは、強度との戦いで、国家財政が急防し、提出財政による補填で金銭が不足した。対策として、提出財政は、白金と革幣という貨幣を発行し、国家財政は、塩と鉄を税から切り離して千倍にした。白金は銀貨であったが、 鈴や鉛も含み、革兵は、白禄の革で作られ、共に、素材の皮下よりも高い価値が設定された。白金は、低出財政に、多大な貨幣発行液をもたらしたので、懐中液のない銅貨を発行する余裕が生まれた。そこで武帝は、半量船に代わり、重い銅貨として五種船を発行した。五種船には五種という文字が刻まれ、 重さもその名の通り5種あったので流通が安定し、一時期を除いて、党の初頭まで使われた。また、提出財政に負担をかけないように、各地方の軍国で発行させた。武帝は私を厳しく取り締まったので、民間による鋳造は収まった。塩鉄専売は、商人出身の財政家である、総広志羊によって運営されて莫大な利益を上げ、 以後の中国の財政収入でも重要となった。総広し羊は、物価調整の金融法、物価の安定を行う、平準法なども定めた。また、商工業者には、財産税的な三便線を課して、脱税行為の密告を奨励した。氷菓子は、紀元前5世紀から3世紀に盛んになり、利子を小銭や、生き銭と呼び、氷菓子を小銭化や、 消化しやと呼んだ。利率は年利33%や月利3.7%など3分の数が多かった。契約の履行については古代から記録があり、旗の法律では、負債者は債務を召喚すべきことが定められていた。勘の時代には土地、商品、奴隷に関する契約書も残されており、役所用の債務証書の記録がある。 共同出資としては、資本を持ち寄って、商業を行う、豪前にとも会の記録が全館にある。貿易の決済には、金銀も使われ、陸路の再域での貿易や、関東を中心とする南海では、金貨と銀貨も流通した。再域と呼ばれた中央アジアでは、中国からの輸出品は、絹と鉄器、銅器が中心となった。 全館の総広し羊の制作によって、絹の徴収が年間で500万匹に上り、貿易では、物品貨幣としても使われた。絹の産地である加藤、河南、県南道から中央アジアには、幼鳥の絹が送られ、漢の時代から、グド人も貿易に参加した。河川全館の政治家だった大門は、春秋戦国時代の刀かと縁イをつけた形の、ちぎり刀。 作刀を貨幣とした。さらには全冠を滅ぼして、真を建国し、軽刀、作刀、五種線の使用を禁止するとともに、放火性として復古調の布か、小学貨幣の銭か、高学貨幣の宝かを発行した。放火には、下のように様々な素材が使われた。金貨、一種類、一気にイコール銭一万分。銀貨、二種類。 一竜銀イコール千千分、七つつ右にイコールゼ2千五百八十分。亀か、甲羅、海遊の再起。四種類、元気、長さ一尺二寸以上イコール二千百六十分、硬亀、九寸以上イコール五百分、硬亀、七寸以上イコール三百分、焦亀、五寸以上イコール百分,分。梅か、貝殻、五種類。布か、月型の精度貨幣、十種類。 重量1 5種から1両、長さ1寸5分から2寸4分、額面100から1000分、それぞれ10段階。線下、重量が12種以下の円形制銅貨幣、6種類。しかし、いずれも5種線に比べて不便であったため、これらの貨幣の多くはほとんど流通せずに終わり、制銅貨幣以外の現物は現存せず、 ある程度量産され流通したと考えられるものは、基準となる価値を持つ戦火、小泉直一と、その50倍の名目価値とされた戦火、大泉50、さらに布火のうち、小泉直一千枚分の名目価値とされた、大布高戦ぐらいのものであった。大布高戦は、貨幣としてだけでなく、通行証やパスポートのように携帯を義務付けられたと、いう。 民衆は五種線を使い続け、さらには五種線を渡しした。大毛銭は、わずか四年で廃止され、新たにカフと河川が発行された。前者は、三の形状を模した、正動性の重量二十五種の布銭で、カフの銘を持つ。後者は、円形型鉱、重量五種の銅下で河川の銘を持ち、大泉五十と、銅貨とされた。河川は使用されたものの、 河川25枚分の名目価値とされた、家父は寄付された。新政府は、名目価値が5倍以上の貨幣を発行して500億、ほどの財政収入を得ようとしたが失敗に終わり、穀物や腐白などの物品貨幣が増加した。新が滅んで、五感が成立すると、三つ竹帝は、大毛銭を廃止して五種船を復活させた。五感台に入ると金貨による、 高額決済は乏しくなり、金貨は主に貸品や贈答で使われるようになる。五感の滅亡後は、東卓によって五種線がぶされて、東卓小銭という効果に改中されたが、名文や、研磨などの処理がされていない悪化だったため、インフレーションを招いた。春秋戦国時代から関代にかけて、多くの貨幣論が書かれた。春秋戦国時代の出来事を元に書かれた。 国語に登場する、人への牧校は、基準通貨と補助通貨の2種類の貨幣で調整を、するという死亡総見論を説いた。死亡総見論は、後に、宗や元の貨幣政策に影響を与えた。牧師では、刀貨と穀物価格の関係を論じており、盲詩では、一物一家の法則への反論がなされている。純師では、貨幣として刀貨と布貨を挙げており、 貿易の利益を説いた。芝千は財政や貨幣について指揮平準書に書き、貨色列伝では判例の逸話を通して物価の変動を説いている。中でも貨幣についての記述が多いのは監視で市場の価格形成、金価格と物価の関係、君主による価格統制、天才時の雇用対策として公共事業の賃金労働などを論じている。 貨幣論の多くは国家の財政や物価に関するものが多かったが、技の政治家である理解は農民生活の赤字について記しており、農村が貨幣経済によって困窮しやすい問題を論じている。貨幣についての記録は、式平準書、勘定書、貨紙に記録があり、物価については、式、勘定、ご勘書などから確認できる。漢時代には、 塩と鉄の潜倍をめぐる討論の記録として、菅博氏が塩鉄論を書いた。中国最古の数学書とされる旧小三術には、租税の計算や金と銅の比か利息の計算などの例題が書かれている。文芸作品では、精神の露法が当時の社会を風刺した先進路の書いた。五巻末の戦乱以降は、貨幣の品質が急落し、 紀神南北朝時代を通じて国家による貨幣の発行は減って渡し抽選や変造船が増えた。三国時代の三国定律によって貨幣は地域別に発行され、それ以降の地域的分裂の原因となった。この時代に重量基準に変わる貨幣単位として文、白、冠が成立したと考えられている。 各政権が様々な基準の効果を発行したために、重量によって効果の価値を測らなくなり、効果の枚数もしくは一定数量を一組とした千差しの数で計算するようになった。偽、精神の後に枚数の単位として分が使われ、北朝では千分イコール一貫、南朝では百分イコール一貫となった。さらに、 100枚未満の千差しを100分の価値があるとみなす単白の習慣も定着した。重量が貨幣単位でなくなる現象は貨幣名にも影響し、聖寛は中国史上初の年号線である環境線を発行した。この時代には以下のような貨幣が使われた。金貨、銀貨、南北朝時代の北儀では金貨、銀貨が流通した。 黄金金イコール十万銭に当たる。ペルシアからの金も流入したとされる。また、この時代に金の単位は金から量へと変わっていった。どうか、三国時代の儀では、一時期は、不白が普及した後に五種銭を発行した。五は、大泉五百などの大型の銅貨を発行した。食は五種銭の他に、磁気百合種などを発行した。 南北朝時代に入ると北義は、大型の銭を発行し、五種銭十枚分として通用させた。銅不足が厳しくなったため、南朝層では二種銭も発行された。鉄か、鉛か、南朝張の武帝は正道でなく、鉄かの五種銭を発行して、千百枚の重さを一斤二両と定めたが、インフレーションが起き、南朝張の経済は崩壊した。物品貨幣。 不白、穀物、塩など。五種銭の発酵が再開するが、銅不足は解消されず、物品貨幣である不白、穀物、塩の流通が盛んとなった。やがててっぺん、裁断した皮、重ねた紙なども貨幣として流通した。国家では五種銭の発酵や大型銭の発酵などを行ったが、貨幣の価値設定は失敗に終わり。 唐の戒厳通報の発行まで、貨幣の混乱は続いた。青銅貨の中には貿易で国外に運ばれたものがあり、青銅器の原料としても使われた。義主は人伝の一四国の首都とされる、春の辻遺跡では副葬品ではない五種船が出土しており、春の辻遺跡は港を持つ交易地であることから、交易で貨幣として流通していたとする説もある。肩高船の形状は、 運ばれた各地の貨幣に影響を与えた。海原通報戦乱の中から中国を統一した。隋は貨幣の統一を試みた。隋は新たに、貨よりも重い五種船を発行した。新しい五種船を普及させるために、要件は赤書で通行者の貨幣を確認し、古い五種船は新しいものと回収して、同原量とした。しかし、隋が滅ぶと、再び戦乱が起きて、 粗悪な戦火が流通し、随末の混乱を収めた等によって統一される。戦火の名は、半量戦にせよ後主戦にせよ重さが刻まれていたが、戒厳通報には、戒厳通報とのみ刻まれた。これ以降、戦火には、重さを書かなくなり、貨幣単位は銭に変わって、文の普及が進んだ。新代から随代までに発行された。 半量線や五種線その他の線舶を総称して、古文線と呼ぶ。隋と唐では、以下のような貨幣が使われた。金貨、銀貨、高学の贈与用である、氷量貨幣で、贈与や貿易に使われた。隋や唐は、漢が始めた、再域経営をさらに活発にした。布、不白、銅貨の不足により、 党は高額の取引で一定の不白や穀物を兼用する千切れ健康を定めた。どうか、隋は五種線を発行した。党は当時流通していた線果が粗悪であることから新しい貨幣を発行した。それが海源通報であり、当台を通して発行された。海源通報の重さは2.4種であった。党は銅行の付近に 海原通報の鋳造所を設置したが、鋳造所の6から7割が、河南やカ中に位置しており、同うの流通に、偏りが生じた。等の後期になると、市場での流通が増加して、省税が始まり、客商と呼ばれる、公益商人の活動が増えた。国庫に支払われる貨幣が急増し、国庫に収める貨幣は、幹線に限られた。 しかし、どうが不足して、縮層時期の最小の、第5話、権限重宝と重輪線を発行した。この2種類の貨幣は、戒元通報の約2倍の重量だったが、価値は、権限重宝で、戒元通報の10倍、重輪線で50倍として通用させた。こうした高額貨幣は、幹線の信用を落とし、インフレーションが発生した。大層時期には、 権限重法も重林船も、海源通法と同じ価値とされ、海源通法より重い権限重法、重林船は使われなくなった。海源通法は、店舗置きに32万貫を発行したが10万貫に減少して、地方が独自に発行する同画が23種類に上った。当には、両外省として、金銀式や直死坊がいた。これらは、 金銀在庫の製造販売や金銀の鑑定、保管の他に両替、預金も行うようになった。当の時代には送金用の手形として、非線と呼ばれるものが使われており、非線は役所で発行されたが早々に信用を失った。同様に民間でも便替と呼ばれる手形が発行され、こちらは後の時代まで広く利用された。当時の貿易は、 外交施設による調候と、辺境で、商人たちが行うごしに分かれていた。陸路では、中央、アジアや、北アジアとのシルクロード貿易が続き、海路では、四白市が、海上貿易を管理し、いずれのルートでも絹が輸出され、南海交易では、陶磁器が輸出された。絹との交換で、中央、アジアや、北アジアからは馬を輸入し、東南アジアからは、 香料や染料を輸入した。8世紀の中央アジアでは、絹が白蓮と呼ばれて、物品貨幣として流通し、白蓮の価格帯は、絹の品質に応じて決まった。唐の後に諸国が拡挙した五代十国時代には、唐の海元通報が、全国規模で流通を続けており、さらに、河北の銅化流通圏と高南の鉄か、鉛貨の流通圏に大きく分かれた。 銅貨は公的な支払い手段や民間の交換のいずれでも使えたが、銅貨の流通量が不足していたため、各国政府の認めない鉄貨や鉛貨が民間で普及し、銅貨との間に非貨が定められるようになった。この時代には、以下のような貨幣が使われた。銅貨、河北の五大王朝の多くは、等の改元通報を引き継ぎ、改元通報の流通量は90%以上を、 しめた。河北の古代王朝では、香料以外が年号線の銅貨を発行し、すべて古代螺線と呼ばれる形態であった。十国では前、食が6種類の年号線を発行した。海元ごとに銅貨を発行する政策は、後に、そうで、一般的となる。杭州のように、高来から銅貨用の銅材料を、輸入する国もあった。鉄か、鉛か、東南海岸部の五越。 食や素で発行された。他に、鉛鈴か、鉄中華もある。銀貨、関東西では、唐の時代から、金貨や銀貨が使われており、南館で銀貨が流通したと推測されている。銅貨の発行量が少ない高等と更新では、鉛鈴か、鉄老化、鉛貨の流通が多く、政府は、たびたび、これらを禁止した。南館では、鉛貨は都市や、 商人の間で流通し、農村には、銅貨も含めて、金属貨幣の流通が少なかった。甲州では廃物を行い、仏像や盆晶などに使われていた銅を政府で買い上げて、銅貨の材料とした。あと食は、銅貨400分と、鉄貨600分を混ぜて一貫として数えており、これは、国内の銅貨の流出と、諏訪からの鉛貨の流入を防止する目的があったと、される。 北宋戦、南宋戦五代十国時代から中国を統一した宋は、粗悪な戦火の使用を禁止したが、鉄火や党以来の海原通報は、使用を許可した。北宋の創始者である、張教員は、海原通報と、ほぼ同系、同重量の草原通報を発行し、第二代皇帝大操は、太平通報と、潤火通報を発行した。潤火は、 この当時使われていた年号であり、以降元号が変わるごとに、効貨の名前が変わった。これ以降、清が滅亡するまで、中国王朝の発行する効貨は、基本的に、元号名通報と名付けられ、その名を刻まれることとなった。宋の貨幣は、北宋の時代と、北宋が金に滅ぼされた後の南宋で大きく分かれる。北宋は大量の銅貨を発行したが、 南総に入ると、銅貨の発行が激減し、不足を補うために、紙幣発行が急増した。宋では、以下のような貨幣が使われた。銅貨、総銭とも呼ばれる。宋は銅貨を大量に発行し、国外でも流通した。北総は年平均200万貫を発行したが、南総は十数万に減った。鉄貨、鉄銭と呼ばれる。四船をはじめとする地域で流通する。 地方貨幣であった。四川、先生では、両、聖火への銅の流出を防止するために銅火が禁止され、代わりに、鉄火が強制的に流通させられた。鉄火は、財政目的から銅火と銅火と,銅火とされ、しかも、国家の造兵権が確立されなかったため鉄火の、私意が流行した。四兵北総では、甲子、南総では、海子と呼ばれた。元は、 民間が発行する鉄化の預かり証だった。紙幣には有効期限があり、期限前に新しい紙幣との交換は可能だが、新旧の紙幣交換には手数料がかかった。基本的に、高額面で、開始は1巻2巻3巻の種類があった。銀貨、遠隔地交易の高額の決済で大商人が使う支払いや交換用であり、 活尺度の機能は薄かった。北曹は、池州、尿州、甲州、県州などに、銅貨の鋳造所を、州、下州、京州に、鉄貨の鋳造所を設置した。北曹、南曹を通じての戦科の発行量は、歴代の王朝の中で最高となった。皇室の塩引きや茶引きなどの専売品や手形の、放出がずさんで物価が安定せず、 先行と呼ばれた。北曹の大安石は、様々な改革を行い、これによって、税や千倍によって政府にどうかが集まり、軍事費、青苗線の貸し付け、公共事業への投資によって政府からどうかが放出されるという貨幣の流れが大規模化した。宋は、同金千金によって、私的な同化の輸出を禁止したため、 管理貿易で同化が輸出された他に密貿易でも流出した。総船密輸の禁令はたびたび出ていたが、市白紙の検査をくぐり抜けて運ばれた。水軍が出港後の船を調査して、総船を発見したという記録や、密輸に協力した市白紙がいたという記録もある。大安石の時代に12年間は、例外的に国外の持ち出しが許可された。アジアの国々は、 信用価値が高い中国の銅貨を輸入して、自国内で流通させた。創船が使われた地域は、遼、聖火、金、高麗、日本、ジャワパレンバンなど、北東アジアから東南アジアにまたがり、各地のレートに基づいて使われた。唐の時代からあった、金銀式や直し簿は、宋の時代には、銅貨、銀貨、紙幣の両替をした。12世紀から東南アジアでは、 会升が長期間の航海で貿易を行った。会升は共同資本を持ち寄ったり、関東や福建では会升に出資する者も,もいた。北総の主が書いた浮草スカ団には、商船貿易の資本は利息が10割で、帰国時に元利を返済し、航海から10年帰国しなくても利息は増やさないという記述があり、航海の長さと利益の大きさを表している。 孔子世界初の紙幣は、僧の孔子とされる。唐の時代から非戦と呼ばれる手形が流通していたが、僧になると、鉄化が流通する支線において、鉄化の預かり賞である孔子が発行された。孔子は民間によって発行され、どうかに比べて重く銭化の低い鉄化の流通が強制された支線。先生では、全国一律で、 同じ価値を持つ講師が他地域との交易に欠かせないものとなった。四川での成功を知った総政府は、人層時期に講師の発行を完了とし、民間の発行を禁止した。講師は手形から紙幣に変わり、政府は本線や発行限度額を定めて、官営の講師を流通させた。開始は南宋になってから発行された。北宋、南宋ともに、 紙幣は、境制によって、有効期限が3年と定められ、1回ごとに125万巻が発行され、境が異なる紙幣は異なる貨幣とみなされた。南宋では、銅貨の発行が減ったため、紙幣である海紙の発行が急増した。地方によって紙幣が異なり、安在海士、歪南講師、国行海紙、市船の千員などがあった。 海市の発行は1回ごとに増加し、早金戦争の時代には1億4000万巻、モンゴル、南宋戦争の時代には6億5千万巻と大量発行された。当時は茶の千倍や塩の千倍が行われており、茶挽きや塩引きと呼ばれる手形が紙幣の代用品として流通し、生産地では千倍品との引き換えに使われた。北方の王朝である金は、 北総を倒した後に、層や量の銅貨を流通させた。銅貨の不足により、海両王時期には、交渉と呼ばれる紙幣が発行された。交渉は7年の有効期限があり、期限を過ぎると紙切れと化した。後に、交渉の期限は撤廃されたが、大量発行によるインフレーションが発生し、銅貨と紙幣が共に流通しない状況で銀が普及した。紙幣制度は、 後の元や民進などの政権に引き継がれた。氷量貨幣である小型銀錠金を倒した、モンゴル帝国は税制として銀錠と呼ばれる、氷量貨幣と絹糸を基準とする包み銀制と糸量制を定めた。この税制は元の初期にも引き継がれた。元政府は、モンゴル帝国時代に築かれた商人との関係も引き継ぎ、オルトクと呼ばれる。 特権商人が活動した。オルトクの多くは、ウイグル商人、ムスリム商人であり、皇族や王族から資金を与えられて、貿易を行ったり、財務官僚として、政府の養殖に就いた。元では、以下のような貨幣が使われた。紙幣、交渉と呼ばれる。クワの樹皮を、繊維状にして、銅版画を印刷し、皇帝の漁事を押して、完成とするもので、 300、200ミリを超えるサイズもあった。金やモンゴル帝国の制度をとにしたが、有効期限はなかった。銅貨と同じ単位が用いられて、中分から二貫分までの種類があった。銀貨、銀城と呼ばれ、対外取引の貨幣として使われた。王族や領主は銀を納税で集めて、銀城をオルトクに与えて、管理貿易に運用させた。銅貨。 発行量は少なく、国内での私的な銅貨の使用はたびたび禁止された。元は紙幣を流通させつつ、貴金属の私的な取引を禁じて、提出に貴金属が集中する制度を運用した。元は銀を確保するために、貴金属が豊富な、雲南の代理国に、雲南、代理遠征も行っている。雲南では売価塩、金銀や紙幣が流通しており、 売価での納税も認められていた。モンゴル帝国の領土拡大に伴い、管理貿易によって銀が輸出されて、ユーラシア大陸の東西を横断した。海上貿易では、中国、インド洋、航海、ペルシア湾をつなぐルートがあり、元の陶磁器とアラビアの馬が重要な貿易品となり、貨幣の流れにも影響を与えた。南インドでは、ターンディアアアサが、アラビア各地から馬を輸入した。 イエメンで発見されたムザファルの帳バ札によれば、馬貿易の対価には主に中国からの銀が使われていた記録がある。関東で発見された沈没船である通称南海1号には銀城が積まれており、南海貿易で中国から銀が運ばれていたことを示している。また、国海方面から陸路で貿易も行われ、フィレンツェの商人であるペゴロッティは、 元との貿易のノウハウを書いている。ペゴロッティは元の貨幣レートや元政府が民間商人から銀を徴収して紙幣と交換させたことなどについても書いている。こうした記録は銀が東から西へと流れていたことを示しており、東西の貴金属の流れはイスラーム世界やヨーロッパにも影響を与えた。イスラーム世界の銀不足は13世紀に解消され、 14世紀から再び不足した。イギリスの銀貨発行は14世紀に急減し、イタリアでも銀不足が起きている。こうした現象は元からの銀の増加とその後の滅亡による停止が原因とされる。総戦をはじめとする銅貨の輸出は元の時代も続いた。元の時代に沈没した貿易船である通称新安鎮船は 自社造営両陶船と呼ばれる種類の船だった。軽減から博多へと28トンの銅貨を運ぶ途中であり、当時に運ばれていた大量の貨幣がうかがえる。資源通行宝賞とその原版モンゴル帝国のオゴデーは、江南が勢力外だった当初は、銅が不足したため紙幣の交渉を50万巻発行した。オゴデーの時代には、他のモンゴル族や漢人も、 紙幣を発行した。モンゴル帝国は、クビライの時代に、元が成立して、クビライは即位すると中東原法交渉を発行した。交渉は、僧の紙幣と異なり有効期限を持たず、補助貨幣ではなく、基本貨幣とされた。交渉は、金銀との交換が保障されている、打艦通貨であり、 元は決裁上の利便性から、紙幣の流通をし進めた。交渉の流通を拒んだり、偽造をする者は、資材となった。中東省は、年間350万巻の発行を15年間続けた。後、南宋の征服後は、江南に紙幣を流通させるために、年間6000万巻に急増した。同時に元は、江南でどうかの使用を禁止して没収した。 中等症が次第に増えたため、インフレーション対策として、中等症の5倍の価値に当たる資源省の発行と、旧紙幣の回収が行われ、紙幣価値は一旦安定に向かった。しかし、次第に紙幣が大量発行されて、インフレーションを引き起こし、金銀との打感も中止された。元では、交渉の価値を維持するため、生活必需品である塩の栓培性と結びつけ、 塩の売買には交渉を用いなければならないと定めた。国内の治安悪化に伴い紙幣の価値は下がり、民間の店舗で貨幣を発行するところも現れて、塩を包む紙やというした木片が使われた。紙幣に代わって銅貨が流通するようになり、地方に独立政権が成立して、独自に貨幣を発行した。後に、民を建国する主現象も、 独立政権の一人であり、主元奨は、民の建国前からどうかを発行して、元の紙幣との比較も定めて流通させた。モンゴル帝国の紙幣は、元以外にも影響を与え、モンゴル帝国の地方政権である、イルハン朝では、西アジア発の紙幣として、チャーブが発行された。しかしチャーブの流通は長続きせず、2ヶ月で廃止された。日本では、五大五天皇が、 健康通報という進化をどうかと紙幣で発行を計画したが、政権の崩壊で実現しなかった。李氏朝鮮では、体操時期に諸課という紙幣が発行され、李氏朝鮮が発行した最初の貨幣となった。大明法証明の貨幣は元を引き継いだ部分がありつつも、王朝を通じた統一的な貨幣政策が存在しなかった。民では以下のような貨幣が使われた。 銅貨、小学の取引用、完成の銅貨製銭と呼ばれた。初代皇帝である、主元帳は、民の成立前から銅貨を発行し、南京に宝原局、厚生行商に、法選局を設立して、大中通報を発行し、民の成立時には、公部通報を発行して私を禁じた。銀貨、銀城、高額の取引や、地域間公益用で、 地金のまま使われた。当初は銀の民間使用を禁じたが、貿易により銀が普及していった。紙幣、宝賞と呼ばれる。政府は、同化不足を紙幣で補うことを計画し、代名宝章を発行した。藁と桑の樹皮で作られた代名宝章は、寸法が縦338ミリ、横220ミリあり、歴史上最大の紙幣とも言われる。 宝賞には百0分から一巻分までの5種類があった。元の交渉と異なり、宝賞は俯瞰紙幣だった。この他に、民の初期には紙幣とともに布山井も高額取引に使われた。元に続いて、民でも銅不足が続き、銅貨の発行量は、北総時代の約10%にとどまった。政府は紙幣の価値を維持するために商業税を、 同化3、法省7の比率で納税するように定め、さらに使用の強制販売をして宝賞で支払わせる、国王食塩法なども制定された。政府は、同化の発行を停止するとともに、金銀の売買を禁止して、法律上で使える貨幣は、宝賞と同化のみとなったが、宝賞は、俯瞰紙幣だったために下落を続けた。 紙幣は増発も一因となって、勝ち下落を続け、政府は後に、銅貨や銀貨の国内使用を解禁した。民でも塩の潜売は行われたが、元のように貨幣には結びつかず、開け、中法によって、軍の兵団と結びついた。塩を売れ商人は販売許可証として、塩引きを買い、一引き当たり塩用に百均で交換された。銀の普及に伴って、 塩引きの大化も、現物の糧食から銀に変わっていった。塩の栓培をした奇襲商人や賛成商人は、地元が農業に適さないため資金を集めて、遠距離の商業活動に投資し、海上貿易を行った復権商人と並んで、大きな客商集団となった。工業は官営であり、貨幣に関係がある銀行さんが重要とされた。 しかし産出は少なく、当日のように貿易で輸入された銀が流通の中心となる。銅場は壮大のものがあったが、これも産出が不足し、日本から銅が輸入されることとなる。雲南では現代に続いて売価も流通しており、輸入した宝貝は南京に集められた後に、 雲南の皇族や官僚に給付された。民の同化の英楽通報や戦徳通報も国外で流通し、日民貿易で室町時代の日本に流入した。民の定着祖は日本図山や中海図編において日本人が好む商品を大和ヨ見と呼んでまとめており、その中に中国の同化も記録されている。中国の銅家が流通した地域は、 中国商人のコミュニティがあった場所と一致しており、中国の銭と同様のデザインで効果を発行した。李氏朝鮮では、朝鮮通報、ベトナムでは前、霊朝の太平京宝や天福通報、陳朝の大春通報がある。琉球王国では15世紀後半に、春年通報、夜高通報、禁煙からという同化が発行されたとされる。琉球王国は朝光で、 宝貝550万個を送っており、雲南の売家に使われた可能性がある。那覇港の魚物場や、私地村では14世紀から16世紀の宝貝が大量に出土しており、最も多いのは、明の後部帝から永楽帝の時期にあたる。マカオをめぐるポルトガルとスペインの貿易ルート。中国に大量の銀が流入した明の時代になると、アフリカを周回して、 インド洋に進出したポルトガルとアメリカ経由で太平洋を横断したスペインが中国に到達し中国への銀の流入が始まる。ポルトガルは香辛料を求めて東南アジアに進出した後に年間500両の地層を条件としてマカオの居住権を獲得した。居住を許可した理由については諸説がある。民は日本との公式な貿易を禁じていたが 16世紀末から東南アジアで日本人と中国人の取引が増えた。こうしてマカオを拠点として中国、日本、ポルトガルの三国が海上貿易を行って南蛮貿易とも呼ばれ中国はキーと木の織物、陶磁器などを輸出して日本の銀を輸入した。スペインは太平洋を横断しフィリピン諸島の交易中心地であるマニラを拠点として マニラとアカプルコを結ぶ定期航路を始める。スペインは輸送に大型ホブネのガレオン船を用いたのでガレオン貿易やマニラガレオンと呼ばれた。マニラガレオンは中南米のポトシやサカテカスで採掘された銀を運び、福建から運ばれた絹や陶磁器、香辛料をマニラで買い付けた。民の時代の両替商は直しゼニホや洗濯と呼ばれ、 銀が普及すると銀貨と銅貨の両替を専門とする者も,も増えた。真の時代の金融機関であるゼニソーの起源が秋世にあるとする説もある。マカオのポルトガル人は民に対して地租、船の停泊税、関税などを納めた。マカオではポルトガル式の金融も行われた。ポルトガルの事前院では富裕者の資金を投資や貧者への記者に運用する銀行業務や 遠隔地管の信用取引も行われていた。イエズス会は、マカオの事前院で資金を運用し、南蛮貿易の公開資金も貸し出した。ベルショール、カルネーロ司教は、毎年50ピコのキートの割り当てをイエズス会の財源とした。カルネーロの契約で、キートの独占はなくなり、小学資本でも南蛮貿易に参加できるようになった。イエズス会は、 プロクラドールという貿易や財務の担当者が南蛮貿易から財源を調達した。宋の時代には王安石によって農民への青苗法や私役法などの改革が行われるが、新法、旧法の争いという論争も起きた。当時の貨幣の記録は、生死にあたる宋氏職下氏原氏民氏の他に宋の諸制度を集めた宋海王 南宋の孔従うによる、泉市、長女活による氏、知市、書茂市、定和の遠征に随行した馬官による、英果てカチなどからも確認できる。中国以外の地域では、紙兵の存在が珍しく、特に元の交渉は、国外から訪れた、旅行家や商人に注目された。マグリブの旅行家、イブンバットゥータは、大旅行記 ベネツィア共和国の商人マルコ・ポーロは、東方圏文録で交渉について語った。フィレンツェの商人であるペゴロッティは、商業書、商業実務を書き、元との貿易や紙幣、貨幣レートについて記している。16世紀後期からは、陶器や絹などの輸出品が銀と交換されて、中国に大量の銀の輸入が続いた。ポルトガルは、和銀と呼ばれる、日本産の銀を、 マカオ経由で中国へ運び、スペインはアメリカ産の銀をマニラ経由で中国へ運んだ。こうした貿易は各地の商人を集め、福建商人の他に日本、琉球、戦場からも商人が参加した。民が解禁の政策を行っている頃から、騎馬業と呼ばれる仲買人の集団が活発となり、解禁が緩和されると貿易や 徴税の特権を得る騎馬業も現れた。ポルトガルやスペインに続いて、オランダ東インド会社や、イギリス東インド会社も東アジアに進出した。日本では、江戸幕府が主院員で貿易を許可し、主院員は日本を拠点とすれば、国籍に関係なく発行されたので、中国人、ポルトガル人、スペイン人も受け取った。民は、 民間の富の蓄積を抑えるために銀の採掘を規制したが、スペインがマニラへ運んだ銀が5000トンほど中国へ持ち込まれ、貿易商人の豪華な生活が民衆の反発も招いた。中国からは、復権商人がルソン島に進出し、後に帝主流が復権商人の首領となり、この帝成功は台湾に進出した。スペインが運んだ銀貨は円形であり、 貨幣単位の元の語源となる。民の紙兵は、金銀と打感できず価値が下落したために、貿易で増加した銀が通貨として使われるようになった。商業の増加とともに、銅は、不足して、日本からの銅の輸入が重要となった。金銀の貨幣利用を禁止していた政府も、民間の流れに沿い、銀による納税を認めた。 民は一条弁法という銀本位制を定め、銀と紙幣が普及して、銅化発行が衰えた。商業の拡大は農村にも及び、各地に七賃と呼ばれる、市場長が生まれた。また、個別分散的だった商人が集団を作るようになり、商パンと呼ばれた。大新宝商機吉政府は、銅化と銀貨を中心として、明政府の紙幣によるインフレーションを教訓に当初は、 紙幣を発行しなかった。税制については、基本的に、民と同様の政策が取られ、当初は、民の一条弁法を引き継ぎ、後に、地長銀制に切り替えられた。新では、以下のような貨幣が使われた。同う小学取引用で、生鮮とも呼ばれた。同うの普及が本格化し、各皇帝が良質な同うの普及に力を入れたため、 銅うの信用が増して広く流通するようになり、銅うの供給量が増えているにもかかわらず、大銀レートが高騰する、千高しという状態になった。原料となる銅は、日本や雲南で産出された、銀貨、銀料や銀元と呼ばれる、高額取引用。国際的な銀貨の流通により、清も貿易用の銀貨を発行した。これにより、 銀貨はそれまでの氷量貨幣から航海の切り替えが進んだ。紙幣、新では民間の紙幣である千票が流通した。新政府は末期に工学用の戸部官票と小学用の大新宝賞を発行した。戸部官票は銀と交換できて5種類あり、大新宝賞は銅と交換できて7種類あった。戦票は携帯が不便な銅貨や、 銀貨のための預かり賞が元になった。船票の発行者は、穀物店、酒屋、雑貨屋、戦争などだった。船票の流通は県を基本的な単位とする地域通貨であり、陳氏などの市場庁で使われた。船票は季節に左右される農産物取引の貨幣受給を調整する役割を果たした。中国式のデザインの導火は、他国でも続いており、 近世には、日本の官営通報、李氏朝鮮の常平通報、ベトナムの後、霊長の景況通報をはじめとする景況船などが発行された。ガレオン貿易の影響で、16世紀からルソン島でスペイン人と商売をする家境が急増して、17世紀初頭には、マニラが中国戦気高地の中で最大の家境人口を抱えた。その他にも、東南アジアに、 商業移民が増加して、家教の商人である花商は、国外の貿易や金融も手がけるようになり、政治的な影響力も持った。家教は、法と呼ばれる、同族集団を持ち、霊派法、復権法、徴収法、関東法、八家法の五大法が成立した。家教は後に送金によって、本土の経済にも影響を与えた。 賛成商人の標号の看板担保を取って金を貸す店舗や東保という質屋にあたる金融業があり、店頭業は預金も受け付けて生息銀と呼んだ。預かり証をもとにして現金に交換できる選票や銀票と呼ばれる証書も発行されて市場でも流通した。奇襲商人は全国で店頭業を経営した。預金利子は 平均36%だったが、民末の法定金利が月3分から4分のところを、奇襲商人は豊富な資金を背景に点あたりの、金利を低くして1分から2分として繁盛し、貧民に利益をもたらしたという評判も得た。銀貨に加えて私の同貨が流通して、貨幣の交換が必要となり、地方金融機関にあたる、ゼニソや、 ゼニホと呼ばれる業者が両替を行った。ゼニソは預金も受け入れて金融業者として活動した。資本金は500から5万両で、取引相手は中小の商人や生産者だった。推計では、17世紀後半から19世紀前半の北京ではゼニホが389件、上海では18世紀後半にゼニソが124件あった。預金利子は、 平均12%だった。標号は賛成商人が多い金融機関で8から20万両と潤沢な資本金があり政府や官僚、大商人と取引をした。賛成標号は皇族や貴族の資金も取り扱った。預金、両替、貸し付けをする銀行や為替業務や送金を行う標号があった。預金利子は 平均5から8%だった。海洋商船は、ジャンクと呼ばれる船が主流であり、共同出資が行われた。船長は出資の代表であり、船の株を持つ船員も多かった。総収益から経費を引いた額が、共同出資者と乗組員によって配分され、次に出資者は、出資額、乗組員は役職に応じて配分された。客商たちは、 血縁集団で合わせまたと呼ばれる共同出資を行った。江南デルタを中心として、共振と呼ばれる官僚が影響力を持つようになった。共振は都市に住みつつ、官僚として他兵を故郷の土地に投資して地主となった。共振は税法で優遇もされており、自身は商業を禁止されていたが一族は氷菓子も経営した。さらに共振は、 素産と呼ばれる一種の信託機関を設立して支配を強めたが、後の信頼革命では共振も攻撃目標にされた。台湾は中継貿易の拠点として栄えた。オランダはマカオの戦いでポルトガルに負けた後に台湾に拠点を築き、中国のキー糸を日本の銀と交換した。帝子流がアモイや欧州で財をなし、 この帝政公はオランダを台湾から撤退させて、帝死政権を建国した。オランダ東インド会社は、退去を許されたが、約40万グルデンの資産を、帝政公に渡した。清が攻撃をするまで、帝死政権は、繁栄を続け、貿易で、大量の銀を蓄えた。年間に10隻の船が往復して、銀40万から50万両を得たという記録もある。 サンタン人とも呼ばれるニブフやウリチは、真の統治を受けつつ、カラフトアイヌとサンタン貿易を行った。サンタン人の商品は清志に調工をして得た、木の織物や大陸の産物で、アイヌの商品は黒天などの毛皮や江戸幕府から得た、鉄製品だった。取引において、金属貨幣は扱われず、真で重宝された。 カラフト産の黒点を価値尺度の貨幣として使った。三ン側の商品は黒点の枚数で計算された後に毛皮や鉄製品を混ぜて交換された。黒点の毛皮1枚イコール銀2両、高級とされたカワウソの毛皮は黒点2倍の皮膚だった。ミブフやウリッチと取引をする肝心の商人は、や、自派 つクくりたハと呼ばれる三種類の価格単位を使い、それらは、真の貨幣単位に対応していた。最大の矢は、銀貨一両、最小のつくりたジハは、真の銅貨一枚に当たり、二部符は、矢のみを使った。真の貨幣は商品を交換するときの計算単位に、使うのみであり、二部符は清から、金属貨幣が流入しても装飾品として使った。生死である。 民主の他に商業書に貨幣についての記述がある。秋代の中期から客商が活発化し商人のための実用書が多数書かれた。内容としては商人の心へ、地理や旅行方法、各地の商品や貨幣、取引や関係対策などが含まれていた。貨幣や商業に関係する算術を扱った書もあり、出資、利益配分、賃借。 両替などが計算の例題となった。関東13行1850年新の成立当初は、旋回令による解禁政策が取られたが、停止政権の降伏によって清が台湾支配を始めると、旋回令によって貿易が解禁される。ポルトガルとスペインに代わって、オランダやイギリスの影響力が強まり、清は、 中国の伝統的な貿易である兆候にのっとって、兆候を求める意的に物品を消費するという形式をとった。清は、チャンス、石膏、福建、関東西に会館を設立して、入港税と課税を徴収して、政府ではなく宮廷の収入とした。欧米商人との取引をする貿易港は、広州に限定され、関東貿易体制と呼ばれた。 外国の商人は陸上居住を禁止され、関東十三行と呼ばれる特権商人のギルドが取引を独占した。こうした特権商人は君行きと呼ばれ、後にイギリスと対立した。銅貨の素材となる銅は引き続き日本から輸入され、公衆のながら裏とネーハが貿易港となった。貿易銀である交所元宝、七千二分。 江南省1904年銀貨が、世界的な貿易の支払いの中心となり、貿易専用に発行された銀貨を貿易銀と呼んだ。メキシコドルは、国際貿易の決済通貨となり、ドルの語元となった。それまでは、銀が、漂流貨幣として使用されていたが、新末に、トン造幣省が設立されて、本銀貨として、高所言法が発行された。これが、 銀元と呼ばれる、貿易銀となった。中国では、窓かの銅音で元と呼ばれ、後の東アジアの通貨単位である円、元、ウォンなどの由来にもなった。後に、香港でも貿易銀を元にして、銀貨を発行し、香港ドルの成立につながる。17世紀からヨーロッパとの茶貿易が始まり、イギリスは、 中国茶の輸入が続いて中国へ銀が流出したため解決策としてアヘン貿易を行った。イギリス東インド会社は自国の工業製品の販売、銀を対価としない中国茶の輸入、植民地インドの財源という3つの目的を解決するためにアヘンによる三角貿易を確立した。アヘン貿易の中継地として シンガポールの商人が活動し、インドからのアヘン輸出が、対中国貿易黒字の3分の1を占めてイギリスは赤字を解消した。これに対して、シンでは1827年頃から貿易で入庁となり、銀の流出とアヘン中毒の拡大が問題となる。清シはアヘンを禁止したがイギリスは密貿易でアヘンを運び、アヘン戦争の原因となった。 アヘン戦争終結のための南京条約により、真の統治原理からは、ヨーロッパ諸国は、五四国として位置づけられた。香港島の割譲、五項の開港、貿易自由化が決定して、不平等条約につながったが、それまで、非公認だった華僑の存在が認められるという変化も、起きた。特許承認制度は廃止となり、関東13行も提出されて、 関東に代わる中継地として、香港で南北港を結成するものも出る。南京条約の影響で、上海や香港が急拡大を続け、イギリスは香港上海銀行を設立した。香港は中継貿易や金融で栄え、上海は最大の貿易港となる。ゼニソーなどの伝統的な金融機関に加えて、国外の銀行が相次いで進出して、 上海のワイタン地区は東洋のウォール街とも呼ばれた。欧米商人との仲介業者は売弁とも呼ばれ、成功した売弁は欧米型の企業家の走りとなった。上海の通貨は銀量だったが、外国人は決済の数字を書類で目にするのみであり、現金を不潔とみなす者も,もいた。外国の銀行が進出するようになると、上海のゼニ層や広東の銀行の中には、 欧米式の銀行業務を行うところも現れた。マカオは中保、和義通商条約によって、ポルトガルの領土となり、ポルトガル植民地の発見業務を行う、大西洋銀行が通貨として、マカオパタカを発行した。清は、開港によって、長江とは異なる貿易を行うことになり、同時期に開港した朝鮮王朝や日本の明治政府、東南アジアと取引を盛んにした。 貿易によって沿岸地域の経済力が増し税制に重要な変化が起きる。中国の歴代王朝では土地税が財源の中心となってきたがこれに代わり太平天国の乱の平定時に導入された流通税と関税や外国借款が主な財源となった。東アジアの利益をめぐる各国の競争は戦争の原因にもなり朝鮮王朝には 日本と清が進出をして対立して日清戦争が起きた。清が日本に敗北すると朝鮮は朝候を終えるとともに中国はヨーロッパや日本による分割が進んだ。香港上海銀行第1号店19世紀前半から中国からの移民が急増した。初期の移民は単身の出稼ぎが多くカタクミクーリーと呼ばれて重労働に従事した。 こうした家境は、本国の家族に定期的に送金をしており、また本国に投資をする話をも出るようになり、中国経済に影響を与えた。特に東南アジアからの家境送金は、河北、河中からの入庁だった、河南の経済を補う効果もあった。広州、シンガポール、サイゴン、バンコク、サンフランシスコ、シドニーなどからの送金が香港を中継した。 家京の送金は大きく分けて4種類あり、郵便送金、帰国者の携帯、移民の圧戦人が仲介する送金。家京の送金機関である民進局となる。民進局は、郵便局と為替銀行の面を持っており、貿易を兼業する者もいた。民進局の送金方法は、現金、為替、商品などがあり、複雑な過程を経ていた。 例えば、為替送金は二重為替の香港を中継しており、送金依頼者が東南アジアの現地通貨で送金を求める。東南アジアの送金側民進局は、香港の支店に連絡し、カナンの受け取り側民進局に支払うように指示する。送金側民進局は、相当額の集積があった時か、為替相場が有利になった時に送金するという手順だった。 この送金ネットワークは陰境による東南アジアからインドへの送金も行っており、金融によって東アジア、東南アジア、南アジアを連結する効果もあった。開港後の香港では、氷量貨幣と係数貨幣が混在しており、以下のような貨幣が流通していた。ドル銀貨、メキシコドルスペインドルスターリングポンド、イギリスや東インド会社の金銀貨幣銀両、どうか。 新で発行された貨幣香港の植民地当局はすべてを合法としたが、イギリス植民地省は英国通貨のみを合法とした。しかし実際には他の貨幣も流通し、中でも貿易銀として流通していたドル銀貨を中心とするようになる。このためイギリス植民地省はドルを法定通貨に定めた。香港上海銀行、チャータード銀行、 チャータードマーカンタイル銀行が紙幣の発行を認められ、やがて外国貨幣の流通が禁止されて、香港ドルのみとなった。カナン各地の決済は、貿易を中心に、香港を介して行われるようになり、香港ドルの決済権が形成されていった。決済は、香港ドルだが、カナンでの実際の取引には、公衆の貨幣が使われ、銀行が交換を行った。 香港は同じくイギリス植民地だったシンガポールと密接な関係にあった。香港は二重合わせによって金建取引と銀建取引を仲介し銀本位制の中国と金本位制の諸外国を中継した。シンガポールは東南アジアの貿易や為替の中継地となった。後に香港は中国が銀本位制を停止するまで銀にリンクし、シンガポールは 金河瀬本位制を採用した。香港では1840年代からカリフォルニア移民が急増し、銀行産や金鉱産鉄道の労働者となったアメリカからも送金を行った。1910年代には、過人資本による近代的な銀行業への参入が相次いだ。関東系の公益銀行、長州系の市会通銀行、中国交通銀行、 福建系の佳境銀行、シンガポール系の理科銀行などがある。銀については、アヘン貿易が問題となるまで流入が続いていたが、銅貨の不足は解消されず、戦票が増加する一因にもなった。戦票は、同行定期になると6種類が普及した。票帳、戦争が発行。随時現金と交換できる。直し帳、戦争が発行。 別の店で生鮮や銀料で受け取られる。上潮、戦争の間や、銭槽と質屋の間で契約して発行した。上票戦争以外の商店から発行。銭槽でも使用できるが、信用性がやや下がる。壺便潮、年末の資金不足の時期に、一般商店や、銭槽が発行。基重現在の先物の手形に近い。表潮、 直し帳、帳帳は、現金と同じように使用された。帳票、坪瓶帳、基調は、随時には、現金と交換できなかった。新政府も、アヘン戦争や太平天国の乱などの戦争による、財政支出の増加と、歳入不足により、紙幣を発行した。しかし政府が発行する紙幣を使う習慣が長らく、なかったため、 戸部官病や大新宝賞の使用者は、裏書きや印象で信用を保証して流通させた。清は、財政不足のために調校してきた国への開始に、紙幣を使うようになり、調校貿易の利益が減った。これにより、各国の調校は終了していった。選票は20世紀まで続いてツリー票とも呼ばれ、政府や紹介に規制される場合もあった。 アヘン戦争以降は賠償金が、真の財政を圧迫し、清志が義和団の乱の賠償を支払う国は13、カ国に及んだ。19世紀からは、各国で、金本位制の採用が進み国際金本位制の時代となっていたが、清志は、銀本位制であった。そのため、銀価格の下落が起きると、真の債務は、実質的に増加して、財政負担が増え、 他方で、金本位制国家は中国への投資を拡大した。各国は賠償金をもとに中国に投資して、貿易、借款、外債においては、外国の銀行が大きな役割を果たした。中でもイギリス系の香港・上海銀行は、投資を拡大し、銀資金を、清や日本への借款としたり、各国に支店を増やして、貿易金融や、家境送金も、 業務とした。義和団のラミ以降は、中国の公的資金も、外国の銀行に握られ、税関収入は、香港・上海銀行、ロシア・アジア銀行、ドイツ・アジア銀行に管理された。一円銀貨孫文蔵平1933年、中国国民党の政治家である孫文は1913年に、潜兵革命を提唱した。この思想は、金本位制や、 管理通貨制度を含んでおり、蒋介石によって引き継がれた。侵害革命で、清志が倒れ、1927年に成立した、蒋介石の南京国民政府は、戦兵革命の思想に基づいて、中央銀行の設立、通貨発行権の集中、配慮改元を進めた。これにより、漂流貨幣である銀料が廃止され、新たに一円銀貨として、 孫文造兵が発行された。南京国民政府は、関税自主権を主張し、金融機関としては四行二局を設立した。これは、中華民国中央銀行、中国銀行、交通銀行、中国農民銀行の四行と、郵政預金合わせ管理局、中央信託局の二局である。中央銀行の権限は、打艦券発行、国兵の鋳造と発行、 国庫の経理、内債、外債の募集と経理だった。南京政府は4行をはじめとして商業銀行にも介入して支配力を強めた。全国の164銀行に占める4行の資本総額は42%、資産総額は59%に及んだ。南京国民政府は共産党軍や日本軍との戦闘によって軍事費が増えたため、 税制改革を行って、関税、円税、当税を定め、旧来の7000以上の租税項目を廃止した。内債、外債の整理も行い、33種類の内債を統一して14億6000万元の交際を発行した。石膏財閥系の銀行が交際を引き受けたが、財閥系銀行への依存を強める結果となった。日本は日清戦争。 日露戦争の後に満州事変で中国東北部に進出して傀儡政権である満州国を建国した。張作霖政権下にあった東三省間銀行などの銀行を合併して満州中央銀行が設立され日満経済の一本化が目標とされた。満州国の紙幣は銀本位制となり旧銀行が発行していた貨幣は回収された。後に 世界恐慌が起きて銀が高騰した際に銀本二正から離脱して日本円とリンクした。南満州鉄道をはじめとして国策会社が設立され東北地方への投資は増加を続け、1932年は9100万円、1934年は1億436万円となった。満州国はご俗日は折り年としていたが実際には差別があり、 経済面でも、賃金や、食料などに差があった。占領地では、日本は、中国銀行や中央銀行、をはじめ50以上の金融機関を接収して、金融支配を始める。占領地に、傀儡政権を設立し、金融機関として中華民国臨時政府下の中国、連合準備銀行、王朝名政権下の中央チョビ銀行、 中華民国維新政府下の花孔商業銀行などを設立して通貨を発行した。占領地で合弁会社も多数設立し、河北には北品開発株式会社、下中には中品振興株式会社が設立された。満州国や蒙古連合自治政府はアヘンの栽培と専売を行って、河北にアヘンが流通し、満州国はアヘン専売によって、 一般会計の1割以上を賄った。ペルシアやトルコ産のアヘンは、鈴木商店や昭和通商などの日本企業が、上海や大連に密輸した。世界恐慌によって、銀価格も暴落し、銀本位制を取る中国の為替は安くなったため、恐慌の影響を緩和した。このため1927年から1929年の間に、 世界の輸出総額は42.7%減少したのに対し中国は10.5%減少で比較的被害が少なかったその後アメリカが金本位制から離脱して銀の国有化政策を行うと銀価格は冒頭し中国の銀は1934年の1年間で推定2億6000万元が流出した銀不足は中国に 物価の下落と強行を招き、各地で銀行やゼニソなどの倒産や営業停止が相次いだ。南京国民政府は銀の流出を防ぐために平成改革を行い、中央銀行、中国銀行、交通銀行の紙幣を法幣と認定した。納税や公金は法幣によって扱われることになり、銀の使用は禁止された。政府は、 各地から銀を供出させて、砲兵と打感させ、銀を国有化した。この政策により、4行には3億元の銀が集まったと言われる。こうした政策は、イギリスの大蔵省顧問であるフレデリック・リーロスの指導の下で実施され、中国は、イギリスのスターリング・ポンドに砲兵をリンクさせた。砲兵は、経済の復興に貢献し、 国民政府の金融支配を確立した。中国共産党は厚生省で中華ソビエト共和国を建国した。ソビエト区時代の主な政府財源は地主の資産没収と土地分配不能や商工業者への徴税であり、共和国時代には財務機関が設立されて累進課税の税制や交際が定められた。ソビエト区時代の銀行は 共和国においては、偏区銀行となり、公営商業機関のための貨幣として、光か大貨券を発行した。各地の偏区政府は、紙幣発行の他に預金、貸し付け、為替などの業務も行った。偏区券は法幣に対して下落して、インフレーションが起きた。用紙が不足した地域では、高納銀行券をはじめとして、布帳と呼ばれる、布製の紙幣も発行された。 日中戦争の時期を中心として中国は戦乱となり国民党の蒋介石政権、中国共産党、日本占領地域など各勢力が通貨を発行して乱立状態となった。法兵、蒋介石政権下の4行が発行。偏革圏中国共産党解放区の偏区銀行が発行。通称は偏兵、満州国園 満州中央銀行が発行。通称は国兵。朝鮮銀行券、朝鮮銀行が発行。日本の占領政策とともに、中国にも進出し、満州国や河北で流通した。日本占領地の貨幣、河北は中国連合準備銀行券、河中は中央長備銀行券、河南は花港商業銀行券があった。軍用手表、日本軍が発行。 厳密には、貨幣ではないが、日本軍が、占領地で物資の調達に使った。流通口を見ると、1939年時点で、方兵30億8200万元、変区券1200万元、連銀券4億5800万円、軍票5600万円、花京券500万円であり、当時の相場では、日本側の通貨の流通口は15%に、 限られていたその他に河北省銀行券、木東銀行圏木南銀行券、金属補助貨幣商業銀行券も流通していた国民党政府は日本占領地から工業施設を移転して財政再建を図り国家4銀行は西南西北地区に移転して財政金融の最高機関となる国民党政府は 改戦前の財源だった関税や円税などの間接税がなくなったために所得税、遺産税、株分利得税などの直接税に切り替えて不足分は交際で補った。通貨の価値が下落した地域や前線では日本側は通貨や軍票の代わりにアヘンを物資調達に使った。国民党政府はイギリスアメリカの支援を受けて砲兵の価値を守ろうとし、 日本は工作によって砲兵を攻撃して国民党政府の外貨準備を奪おうとした。上海にはイギリス、アメリカ、フランスの疎開があり、1940年までに50億元以上の資金が流入し、太平洋戦争まで繁栄を続けた。日本は日本円とリンクした連銀券を流通させるために砲兵の排除を計画し、砲兵売りを行う。 しかし、小解析政権の外貨割り当て制がきっかけで、河北と上海の価格差を利用した際や取りが行われるようになる。河北の朝鮮銀行券を上海に運んで、日本側の銀行で法兵に交換し、それを河北に運んで連銀券を通じて、朝鮮銀行券に交換するという方法が増えた。このため日本は、法兵売りを停止して、外貨転換をできなくなった。 日銀券は下落し、日本側は、さらなる対策として、砲兵の偽造を行ったが失敗した。第二次大戦後、日本に勝利した、国民党政府は、旧日本占領地政府の資産を摂取した。2400以上の日系の工場をはじめ、金融機関、農地などが摂取され、工場だけで20億 US ドルに相当した。貨幣制度の統一を図るため、 国民党政府は法兵に有利なレートで、連銀券や中貯券など、旧日本占領地区の通貨を交換した。法兵と連銀券は1イコール5、法兵と中貯券は1イコール200で交換された。真の時代には、銀が不足した17世紀後半と19世紀前半に貨幣をめぐって活発な議論があった。17世紀後半には、 台湾の停止政権や緊縮財政による銀不足があり、19世紀前半にはアヘン貿易による銀の流出が問題となった。銀不足の対応について国家が俯瞰紙幣を発行するべきとする統制論と民間経済の動きに合わせるべきとする自由経済論、そしてその中間に大きく分かれた。第二次大戦後は国民党と共産党による 国境内戦となった。アメリカ合衆国とソビエト連邦の冷戦によってアメリカ政府は国民党政府を経済支援する。1945年下半期から1948年6月までの援助額は51億400万 US ドルで国民党歳出の73%に達した。こうした援助はアメリカとの条約と引き換えに行われたが、 国境内戦が激化すると国民党政府は軍事費を賄うために法兵を大量発行してインフレーションを招いた。国民党政府は法兵に代わって禁煙権を発行したが成果準備の裏付けなしで増発されてインフレを引き起こし禁煙権の後に発行された銀円権は中国共産党の人民兵との競争に敗れた。国境内戦は 中国共産党の勝利に終わり、共産党政権は、禁煙権を回収するために、人民を兵一元イコール禁煙権十万元で交換した。中華人民共和国の成立により、中国人民銀行兵を通過として、社会主義体制の下で、計画経済が始まった。国民党系の資本は国有化され、基本通貨は人民元に統一された。 続く1万分の1のデノミネーションで、通貨は安定し、民間金融機関は公有化が進んで、人民銀行に統合された。賃金は、高インフレーションの影響もあって一部が、現物支給の形で始まり、やがて現物給は、賃金制度に統一されて、賃金総額や、所得分配が管理された。価格や流通は政府によって決定され、買い物の際には、 通貨とともに配給ギップを出す必要があった。配給ギップは職場で配布されており、自転車や家電など、当時希少な物品は切符が少なかった。価格統制は、当商平の改革開放から緩和され、市場で決定される割合が増えていった。最後の配給ギッである量評と呼ばれる、食料ギッも廃止され、 価格と流通の自由化が成立した。工業化を進めるにあたって、大型工業設備の導入に外貨が必要となり、国外からの直接投資や融資を受けることが、改革開放政策の一因でもあった。人民元のタイドルレート人民元は、改革開放によって大きく変化する。それまでは、外貨打管券用の工程為替レートと市場の為替レートに格差があったが、 改革開放によって二重相場制を廃止し、管理フロート制を導入した。これにより人民元は実質的にドルペッグ制となった。国際通貨基金の八条国となった後は、形状取引の自由化が義務付けられるが、中国は資本取引の規制を続けて、銀行の国際取引も外貨管理局が統制した。この規制は、後のアジア通貨基金においては、 有利に働いた。マネーサプライの上昇は実質 GDP を上回り、内陸部と沿会部では通貨の流通が異なる動きを見せた。内陸部では現金取引が多く預金が少ないため流動性が不足し、中央銀行が資金割り当てに沿って現金を供給した。対する沿会部では経済開発が進んで金融システムが整備され、預金量も豊富であった。 このため比較的生産性が低い内陸部の現金は生産性の高い沿海部へと流出した。1984年から1994年の間にマネーサプライは8.1倍となり、高額紙幣として50元や100元が新たに発行されて、紙幣の最高額面がそれまでの10元から拡大したために紙幣枚数の増加は落ち着いた。 しかし次は2元以下の小額面の紙幣が不足して、釣り専用の小銭が不足する時期があった。外貨管理のためには、外貨打管券として、打管元が発行されて1995年まで流通した。経済成長に伴う資源確保のために、1990年代からはアフリカ諸国との貿易が増加した。 中国、アフリカ協力フォーラムを3年ごとに開催し、第1回の開催地である北京では30億ドルの優遇貸し付けと20億ドルの輸入業者向け優遇貸し付けを約束した。そして重債務国と低所得国に対する債務免除として合計190億元の債権を放棄した。以後、中国政府はアフリカ諸国の政府に貸し付けを行っており、 貸付の内容は建設などの経済インフラであり、中国は欧米と異なり内政不干渉の援助を行うので歓迎された。中国の援助は商務部の大外援助士が担当しており、2011年の発表によれば、2009年までに2562.9億元の援助を161カ国30機関に供与している。開発途上国向け融資は、 国際復興開発銀行の開発途上国向け、融資額を超える年もある。東南アジアにおいては、カンボジアラオスミャンマーベトナム諸国と2000年代から、貿易関係強化、インフラ整備、技術支援などの協力を進めた。南令を会場として、中国アセアン博覧会を開催し、貿易制約額は、 1> 第1回の10億8400万ドルから第7回の17億1000万ドルと増加した。世界貿易機関加盟以降は、石油をはじめとする資源や農産物輸入のために貿易を拡大させた。そうでさし策の下で、対外投資ガイドラインが作成されて、投資支援策も行われた。民間による外貨の保有、グローバルな資金流入。 海外への投資が増えるにつれて、陶器的な資金流入も起きた。陶器への対策として、政府は、タイドルレートを2%切り上げ、ドルの単独ペッグ制から、通貨バスケット制へと移行した。これを人民元改革と呼ぶ。2006年には、外貨準備口が、世界最高の1兆ドルとなった。貿易による人民元決済は2014年時点で、 輸出入の25%となり、人民元建てのオフショア人民元市場も開設された。人民元建てのオフショア市場は、香港、マカオ、台北、シンガポール、ソウルなど、アジア各都市の他に、オーストラリアやヨーロッパにも開設されている。企業の資金調達方法としては、企業家の自己資本、銀行融資、社債、株式発行、政府投資があるが、 計画経済においては、改革開放以前までは、中央政府の投資が主要であった。その後、改革開放前半に、銀行融資や地方政府の投資が増えて、改革開放後半には、自己資本や株式発行も増え、21世紀からは、謝罪も増加した。外国の投資家へのアピールも増え、近年では、国内での上場よりも先に、国外で上場する企業も増えている。 北京金融街のシンボル。春秋戦国時代の布化を模している、改革開放前の銀行は、中国人民銀行のみだったが、それが分割されて中国農業銀行、中国銀行、中国人民建設銀行、中国交渉銀行の四大国有銀行となった。さらに、地方政府や国有企業が設立した銀行や、信用合作者などの金融機関が増加した。 これらの金融機関は国民の預金を政府の政策に沿って融資した。四大国有銀行は商業銀行として業務を行うようになり、新たに政策金融を行う政策制銀行として国家開発銀行、中国農業を発展銀行、中国輸出入銀行が設立された。1985年には、 国有企業の資金調達はすべて銀行融資が原則とされた。このため資本が例であり資金はすべて銀行融資となる国有企業が多数出現し、国有企業の不良債権が問題となった。不良債権は最大時の2000年には国内総生産の22.5%に達する巨額となり、不良債権処理のために金融資産管理会社が4。 大国有銀行から不良債権を買い取った。買い取られた不良債権は1兆4787億元に上り、金融資産管理会社の損失は最終的に政府の負担となった。世界金融危機後の景気刺激策により、地方政府は融資プラットフォームと呼ばれるノンバンク企業による資金調達を行った。中国人民銀行は融資プラットフォームを通じた。 金融機関の融資は14兆元に達すると公表した。家計貯蓄率の上昇によって金融中介業も活発になり、近年では電子決済の普及によってオンラインの理財商品が増加した。マネーマーケットファンドをする余り額だからは銀行の定期預金よりも利回りが高いためユーザー数が1億人を超え2017年時点で1.6兆元に達して 単独のファンドとしては、最多の投資家がいる、金融商品となった。銀行業務は簡素化されて、従業員が減り、2017年の後、大商業銀行は、合計2.7万人の順元となっている。第二次大戦後は、アジアにおいても金融センターが発展した。金融センターの国際的競争力を示す、指標として、Z。 イエングループの世界金融センター指数があり、2019年3月時点では、上位5位は1位、ニューヨーク、2位、ロンドン、3位、香港、4位、シンガポール、5位、上海と中国から2つ入っている。アジアインフラ投資銀行加入国分布上、強アジア通貨危機の際は、東アジア各国の通貨が切り下げを行う中で、中国は、 人民元を切り下げない方針を示して安定化に貢献した。通貨危機後にはアジアの金融セーフティネットとしてチェンマイイニシアティブが合意された。世界銀行と中国は対アフリカ融資を中心として協調が進み、北京大学教授の林寄付はアジア発の世界銀行チーフエコノミストとなった。経済協力開発機構の開発援助委員会では、 中国スタディグループも設置された。世界金融危機が起きると中国は対策として法定金利を引き下げ4兆元10項目の財政出動による景気刺激策を発表した。中国人民銀行は公開市場操作や流動性供給を行い、マネーサプライは1999年以降の最大の微率となり2011年には 世界のマネーサプライの半分を占める総資産が世界最大の中央銀行となった。財政政策と金融緩和のポリシーミックスが行われ、世界最速の V 字回復で金融危機を脱出した。中国は人民元の国際化をさらに進め、人民元は IMF の特別引き出権の構成通貨に加わり、中国外貨取引センターは 通貨バスケットを24カ国に拡大した。そして中国はドルを基軸としている IMF の改革を提案し、新興国への拠出金の増額や新興国の外貨準備を SDR 立てにすることを提案した。しかし IMF の改革は進まず、中国は国際機関として新開発銀行やアジアインフラ投資銀行を設立した。経済圏構想である。 一帯一路のルートに必要な建設費は8兆ドルとも言われており、英部やシルクロード基金が資金の供給源と見られている。発達通りの入金期1990年代からは電子決済のサービスである電子マネーが始まった。中国では小学決済の短縮化として香港で発達通りが発売され公共交通機関の乗車カードとして 香港ドルのデポジット式で使われている。中国の電子マネーは、講述する決済仲介サービスとスマートフォンによって普及が進み、技術的には QR バーコード決済を使っている。モバイル決済額は2012年の2.3兆元から2017年には202.9兆元に増加した。マネーサプライでは、 現金通貨と預金通貨の合計は2015年から乖離するようになった。非現金決済率は2015年に前年比90%増となり、他方で ATM の出金額は下がり続けている。生活に与える影響としては、公共料金の支払いや病院など、長時間かかっていた手続きの簡素化、自動販売機や無人店舗の増加、 動画配信サービスの有料化と正規ルート化、電子商取引などがある。官民一体による急速なキャッシュレス化は、高額紙幣がなかったことや、偽札対策や個人情報の統制を狙う政府に後押しされた、ともされている。クレジット決済に代わって IT に基づく決済システムが普及した。サービスとしては、アリババグループによるしつけだからや、 当人の微信しつけが中心となっている。電子小取引成功のきっかけは、ありともえともえ集団が運営するショッピングサイトのトータカラモーだった。トータカラモーは、売り手と買い手の間にしつけだからの決済を入れることで、仲介役となり、取引の安全性を高めた。これによって、詐欺をはじめとするトラブルが減り、決済仲介サービスは広まった。当人は、 共闘に出資しており、ありともえともえと当人の2社で、中国の電子商取引市場の85%以上を占める。決済仲介サービスは銀行口座を使っており、クレジットカードの使用者が少なく銀行振込に時間がかかるという中国の事情にあったビジネスモデルだった。微信しつけは2014年に参入してしつけだからと競合し、 2014年から2015年にかけて、モバイル決済が急増している。東宝もは、売り手と買い手が、お互いを評価する信用評価システムも導入した。こうした第三者決済サービスで蓄積された、取引情報は、社会信用システムに活用されるようになった。個人信用を評価する、ーサ信用などのサービスも行われており、従来は、 融資が困難だった中小企業や個人事業者への融資も進んでいる。社会信用システムの構築は中国人民銀行が中心となり、個人信用調査許可証の第1号が100行進む新に与えられた。ビットコインをはじめとする仮想通貨は中国で急速にユーザーを増やした。中国のビットコイン交換所である一区平中国は、 と契約をして、中国でもビットコイン交換所に直接送金できるようにした。ビットコインは史上最高値を更新するが、中国政府は暗号通貨ビジネスへの直接送金に警告を発し、は、一区兵中国のサービスを停止した。しかしその後も仮想通貨のユーザーは増加して、中国の交換所である比兵と兵業で、 ビットコイン取引の92%を占めるようになる。ビットコインの大規模なマイニングを行う上位4社は中国にあり、この4社で2016年には世界の処理パワーの76%に達した。また、中国人民銀行は民間の仮想通貨に対抗して2014年からドル決済への依存や流通コストの軽減と、 マネーサプライの管理及び消費行動の監視強化を目的に中央銀行デジタル通貨の研究開発を世界で最初に開始した中央銀行の一つであり2020年10月から中国人民銀行は新選手において抽選で選ばれた5万人を対象に1000万人民元相当のデジタル通貨を発行する初の公開実験を行った これは既存の効果や紙幣といった現金を代替するものであって中国で普及している電子マネーは代替するものではない。資産、所得の格差は中国でも問題とされており沿岸部と内陸部の格差、都市部と農村の格差、国有企業と非国有企業の格差などがある。改革開放以降の1980年代から1990年代にかけては 地方財政請負い制度によって財政自主権が拡大した反面で全国規模の再配分の低下が課題となった。中央と地方の税制については副首相で人民銀行の副業長だった主要機の下で分税制改革が進められて中央政府の再配分の強化を図り各地域を開発する地域協調発展などの政策も行われた。 北京大学の中国民生発展報告2014によれば2012年時点で1%の富裕層が中国の全財産の約3割を占めている。改革開放以後の中国についてのトマ・ピケティ、リー・アン、ガブリエル・ズック・マンラの研究では資産保有額の格差は北欧諸国に近い水準からアメリカ合衆国の水準に近づきつつある。 WTO 加盟によって貿易黒字が拡大すると人民元の切り上げを求める声がアメリカ、日本、ヨーロッパで高まり切り上げについて論議を呼んだ。主な論点は人民元は割安化。切り上げのメリットとデメリット。望ましい為替制度の3点となる。それぞれの論点を見ると中国社会科学院によれば 人民元レートが6から10%ほど割安だと推計されている。メリットとしては、効率的な、為替レート、金融政策の自由度、購買力の上昇、市場に対するアナウンス効果がある。デメリットとしては、国外の需要と輸出の減少、海外からの直接投資コストの上昇、短期的な失業問題などがある。ドルペッグには、限界があり。 代わりとなる為替制度が求められる。しかし完全な変動相場制には賛成論者は少ない。世界金融危機後は、いち早く中国が回復したために人民元の切り上げを予想した投資資金が流入して、再び人民元切り上げが論議された。論点には、米中間の貿易不均衡によるグローバルインバランスも含まれるようになった。香港ドルは、 香港金融管理局が運営してドルペッグ制を取っている。中国返還前の効果にはエリザベス2世の肖像も使われていた。香港成長は香港ドルを 1US ドルイコール7.8香港ドルの固定相場にすると発表した。マカオは本国のポルトガルでカーネーション革命が起きた際に大西洋銀行が国有化され、 中華人民共和国への返還後もマカオパタカの発行を続けた。マカオではパタカでの決済が義務化されているが、パタカは香港ドルにペッグしているため香港ドルも流通している。マカオのマネーサプライは M1 の30から40%、M2 の50%を香港ドルが占める。旧大平一元紙幣国民党政府は台湾へ移転して銀本位制を維持して、 銀元を通貨としつつ、台湾で発行されていた、新大兵を流通させた。また、国民党政府は、金門県、馬祖島、大鎮島の各地域用の通貨として、金門馬祖大、鎮専用紙幣を発行した。国民党政府の台湾移転に伴い、中華民国中央銀行も台湾へ移転したが、通貨発行は台湾銀行が行った。 2000年以降はニュータイワンドルが正式に通貨となり、中央銀行の発行となった。様々な花船災いを防ぎ払うための呪力や、霊力を与える貨幣としていや商船があり、祝いごとに使う軽宿船もある。これらは、花船とも呼ばれる。副葬品として使う貨幣には、銘船があり、神船とも呼ばれる。時代の墓には、宝貝が大量に服装されており、 死者の安寧や復活を願ったとされる。真や菅においては、死者は、明度でも生活すると考えられて、死者も貨幣が必要とされた。漢の時代には、銭の副葬品が増え、銭とも呼ばれた。明の時代には、金の銘仙が発見されている。死仙を中心とする習慣では、線が実った木を形取った、ユラゼニ樹という青銅器を墓に入れた。 この他に当選や上銭も素材となった。葬儀社などでは、米国銀行券といった名称の葬儀用紙幣が用意されている。1930年の中国では、額面が五円となっているが、その後に工学化が進んだ。死者があの世での生活に困らないようにという意図から、一般には存在しない額面となっている。類似の習慣は、日本、韓国、台湾。 ベトナムなどにある。中華人民共和国の建国時には、名船や神船は、名神商品として、取り締まりの対象にもなった。紀元前144年には、抽船、偽黄金、捨てるしの律が定められて、千の遠いや、黄金の偽造者を死刑とした。四季遊興列伝には、私をした人物として、各界が登場する。漢女食家死下には、 私以で鉛や鉄を混入したものが、軽罪に処されたという記録がある。初の紙幣とされる講師が民間で990年頃に発行された後、新総年間には、偽造に関する記述が見られる。黄金を偽造する技術は、金に混ぜ物をしたり、鉛に金メッキ処理をするなどの他に、合金技術にも結びついた。 漢の時代には王道を作る技術もあったとされ、合金技術は錬金術とつながった。錬金術は漢の武帝や劉教が興味を持ち、劉教は歪南国の書籍、鎮中広報園筆書から鬼物を刺激して黄金を作る技術を見つける。劉教は秘術を先定に献上したが、実験は失敗に終わり、劉教は死罪になりかけた。中国における、 錬金術は、新鮮思想にも結びついて、錬炭術となり、疑心以降は、金炭と呼ばれる仙人になる霊薬の政策が、探求された。日中戦争が起きると、日本軍は、国民党政府の通貨である砲兵を排除するために、偽札発行を計画した。陸軍の登戸研究所が中心となり、印刷会社や製紙会社などが極秘で参加した。 偽造された5円券や10円券は、上海の秘密結社であるチンパンの協力もあって、中国で使用され、一説には25億円分が流通したとも言われる。しかし、小解石政権はインフレーションにより1000円や5000円などの高額紙幣を発行し、偽造紙幣は少額だったために効果を上げなかった。改革開放の前までは、通貨の偽造が発生しにくかった。 計画経済の下で印刷設備が国有や集団所有である点、通貨ではなく、クーポンによる決済が多かった点、通貨があっても必要な商品が買えない点などの理由が挙げられる。改革開放以降は外貨打換権の発行終了や経済交流の活発化、印刷技術の発達などが原因で偽札が増加した。ありがとうございます。